はい、皆さんこんにちは。超極貧インフルエンサー一ノ瀬畑でございます。決まりました。セレブになりたい。あ、でもあれですからね、あのウサギの顔のあのパッケージじゃないよ。花セレブ。さあ、またもやメモリアルでございます。はい、今回紹介するのはこちらでございます。プレミアムダックスメモリアルビートレイズバックル。はい、対象年齢15歳以上。オッケーオッケー。対空のお次はナーゴ。結構箱がコンパクト。パッケージにはナーゴのビートフォーム。はい、裏面もビートフォーム。で、箱の上にはネオンちゃんのデザイアカード。はい、では早速こちらを開けていく前に。ふわー、ウラミンセイン。セット。あれ？あ。Get ready for 一ノ瀬 and オルナミンセイ。ああ。元気熱々ですよ。Ready fight。さあ開けていきましょう。一体どれぐらいメモリアルなのか。ああ、そう。こちらも一緒に入っておりました。こちら忍者、ビート、ゾンビ。この3つのレイズバックルを早期購入した人だけもらえる。ジエンドライダーコア ID。あと3つついてきました。真っ黒。はい、イディオメモリアルビート。ドン。おいおいおい。外観が思ってた以上にメモリアル。ドン。こりゃ綺麗だわ。ビートレイズバックルより、君の方が綺麗だ。ネオン。さあ見ていきましょう。こちらがメモリアルビートレイズバックル。いや、色がめちゃくちゃ綺麗。通常版と並べるとこちら。今回通常版と何が違うのかというと、以前のものはこのブルーの部分が成型色だったんだけども、今回のメモリアル版は全ての箇所がメタリックブルーの塗装になってる。非常に綺麗。ただそれ以外のこのディスクとか、あとはこのスピーカーの部分の形は一緒で成型色。あとセリフ音声とかのモード変更の方は全てこの鍵盤とディスク。マグナム、ブースト、忍者に関してはこの下の方にボタンがあったんだけど、今回このビートに関してはこの鍵盤とディスクで発動。まあもともとこのビートレイズバックルにはこの音声ギミックが入っていたので、この電池ボックスとかこのスピーカー、ここら辺に関しても従来と一緒。はい、では絶縁シートをふにゃっ。ディスクを回すとスクラッチ音。で、お次はこの鍵盤を倒し、すると鍵盤音とビート。の3種類。で、次はセリフ音声。この鍵盤を長押しするとネオンちゃんのセリフが58種類。私、クラマネオンは今日こそ家出します。どうぞ。ごきげんよう、ネオンです。ピカリ。現在家出作戦49戦49敗中。50回目の今回こそ成功させるよ。変身。そう、白馬に乗って私を連れて行ってくれる王子様。さあ、必殺のメロディー、いくよー。私は私のやり方で戦う。使えるものは何だって使うって決めたの。次のゲームでプレイヤーを妨害しろ。手段は問わない。もしデザスターが君だと見抜かれたら、ペナルティーとして。君の理想の世界は永遠に叶うことはない。たとえ世界中が敵になろうとも、私は君の味方だ。キューン、あなたが私のサポーター？バレバレ。あなた、私のサポーターのキューンでしょ。私はクラマネオン、仮面ライダーナーゴよ。変身。もう誰も不幸にはさせない。願いがあるから人は強くなれるんだよ。そうだよね、エース。白馬の王子様を捕まえる、クラマネオン。お、そうだ、忘れてました。こちらジエンドライダーコア ID。 さあ見ていきましょう。真っ黒です。はい、ではビートフォームに変身の前に交換音モードに変更。この鍵盤を押しながらディスクを回す。はい、これで効果音モード。効果音モードにすることによって、ビートフォームへの変身を追加効果音が発動。
はい、変身体験音が流れている間にこの鍵盤を長押しするとネオンちゃんで変身で、もう一回長押しすると短い変身。この変身っていうタイミングでこの待機音のボリュームがちょっと下がるのはいいね。この状態でも鍵盤を長押しすると、はい、ちゃんとセリフ音声が鳴る。はい、これでビートフォームに変身。じゃあちょっと追加音声があんま聞こえないな。追加音声だけ聞いてみるか。あ、やっぱりウィーンガチャなんだ。で、必殺技。はい、ということで今回はプレミアムデラックスメモリアルビートレイズバックルを紹介しました。まあ、追加音声の方はちょっとまああれだけど、今回やっぱこれ見栄えだよね。これメタリックブルーの塗装がめちゃくちゃ綺麗、そしてたくさん入っているネオンちゃんのセリフずーっと聞いてられる。次回はこのビートの後に届いてきたこちらメモリアルゾンビレイズバックルを紹介したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。